どうもどうも、チップです。今ですね、急遽ちょっと動画回そうかなと思って撮り始めたんですけど、すいません、めちゃくちゃ化粧が薄くて、ほぼしてない状態で、ちょっとお見苦しくて申し訳ないんですけども、ちょっと動画回そうって思った理由っていうのが、最近私のインスタにですね、たくさん、DM を送ってもらっていて、でその内容が今年の2月とか3月からワーホリとか留学かなで、カナダに来ようって思ってるんですけど、現状、カナダの現状ってどんな感じですかっていう、コロナがね、最近状況が悪くなってきて、本当にカナダでも感染者数がすごい増えてるんですよ。で多分カナダに来る前に、カナダの状況とかをいろいろ調べて、実際のところどうなのかなっていうので、気にされてる方多いんだと思います。で、今日は久しぶりのオフなので、せっかくなのでこの外出てか、すっごい地面ツルツル、やばい、はい、でな、せっかくどうした、でせっかく今日ね、外出するつもりだったので、どうせなら街を歩きながらちょっと状況についてお話しできればいいかなと思って、動画を回しました。で、バンクーバーの様子をちょっとね伝えたいんですけど、なんせ私が住んでるとこがちょっと田舎というか、ダウンタウンからバスで20分とか30分ぐらい離れたとこなんで、もう本当住宅地なんですよ。なのでちょっとあんまりこうね、街の様子を撮影してもあんま参考にならないかなって思って、なのでもうどうせならもう喋りながら、どういう状況なのかっていうのをお話しできたらいいかなって思って、動画をちょっと撮っていきたいなって思ってます。で、ちょっと今ご覧になって分かる通り、分かるかな、すごい雪が降ったんですよ最近、いっぱい。ここすごい分かりやすいな、ほら分かります、本当にすごかったんですよ雪が。日本も結構降ってたみたいですけど、はい。でもう本当バスが30分ぐらい来なかったり、電車も30分とか止まってたらしいです。で日本だと公共交通機関って結構もう安定してるじゃないですか、いくらこうバーって雪が降ったとしても、もう頑張って動かすみたいな、そういうところあると思うんですけど、カナダはねすごい雪に弱いんだなって思いました。なんか毎年雪降ってるらしくて、でそこから今年はその雪に備えようっていう感じで改善されるのかと思いきや、ずっと改善されないみたいな感じらしいです。まあね、カナダのその文化的なところかな、なんかのんびりしてますよね。で今時間が3時過ぎなんですけど、もう日がもう暮れようとしてますね、なんか夕方に差し掛かろうとしてます。夕方に差し掛かる、なんかもう日が沈みそうです。多分あと1時間ぐらいしたら完全に真っ暗になりますね。本当に日が終わるのが早い、なんていうの、日が暮れるのが早い、一日が早いんですよ本当ね。夏は10時ぐらいまで明るかったんですけどね、夜の、はい、っていうのはまあ置いておいてそうで、今のカナダの現状、カナダっていうかバンクーバーの現状なんですけど、
正直全然なんか以前と比べて深刻な状況かとか言うとそうでもなくて、なんかそこまで変化は感じないんです以前と比べて。まあ以前がどうだったかっていうのをちょっと言わないといけないですよね。で以前はまあ室内のレストランとかカフェとかなんかこう室内に入るときはもう必ずマスクが必要っていう、うん、で、まあ、外ではみんなマスクは結構してないんですよ。でそれが今も同じですね。こう外でも結構マスクしてない人が多いです。で私もね今マスク外してるんですけど、うん、こう人がいないところとかでは、まあ、こういう感じで私はよくこうちょっとマスクをこう下にずらすみたいな、まあ、こうやってしてで、まあ、必要な時にすぐパッとこうやってマスクをつけるみたいなスタイルでやらせてもらってますやらせてもらってます。はい。であとなんだ、あそうだそうだ、仕事のことをね結構気にされてる方多いんですよね。このコロナがひどくなってきた状況で仕事は見つかりますかっていう、まあ、そうですよね、そこ心配ですよね、うん、で、まあ、結論から言うと心配しなくても大丈夫です。仕事見つかります。あちょっと待ってください、今人が来ました。でそうそうそう、で仕事は本当たくさん求人は出てます、まあ、主にレストランちょっと待って、今思いっきり携帯落としそうになってそしてキャッチしました。そうレストランのキッチンとかウェイトレスの募集結構どこでもやってますよ。なので、うん、こう、ほんとツルツルなんだけど地面が、すごい。ツルツル。うん、そう。なので、仕事の心配はしなくてもいいかなって思います。で、私は、インターネットで求人調べたりして仕事を見つけることができました。なので、まあ、インターネットで求人情報を調べて申し込んだりで、あとは街を歩いたりしてるとお店の前にこうなんかチラシみたいな感じで求人なんていうの、はい、We are hiring っていうなんか、今スタッフ募集してるよっていう張り紙が貼ってあるので、まあ、そういう張り紙を見つけたらこうね、思い切ってこうレストランとかカフェの中入って、で動画の途中で録画が切れてしまってました。申し訳ありません。伝えたかったのは、仕事を探す際はネットで求人を調べる、そして街で求人を出しているお店やレストランに履歴書を持っていく、これを続けていれば必ず仕事が見つかると思います。自分に合う仕事が見つかるように応援しています。はい、そんな感じです、はい、もし他にこういうとこ気になってるっていうのがあったら、ぜひコメントでも DM でも何でもいいので教えてください。できる限りね、その質問に何だろう、その質問に答える形でまた動画作っていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。